ね、レッド・ゼッペリンもね、昔4枚目か5枚目のアルバムで、なんか1曲なんかね、やってましたね、サンデーね。僕その時何枚知らなかったんけど、やっぱり素晴らしいな。今俺なんてもう23、20年ぐらいやって、ええなぁ、ジミー・ペイジすごいよ。その時リクエストした曲です。リスン・リスン。優しい野バラは潮風
ね、まあどうなってこのバンドがねどうなってるかわからないですけど、まあ今日もなんか明けてちゃんがね、あの昔なんとか二条ね高校の時作った曲やってくださいとか言って、やっぱりね、あのボーカルの人がバーッとこう声が出るとこうやりたい曲がやっぱり出てくるんだよな。もうこれからゲテちゃんのバンドになりそうです。もう 30曲ぐらいあるらしいから、まあ、いいじゃないですか、それもね。スイッチャイ、Sweet child.